国内的にも国際的にも大きな出来事といいますと、もう一つ万博がありましたね。人類の進歩と調和を旗印に、昭和45年の3月から8月まで盛大に行われたわけです。随分入りました。これは開会式の放送をしたんですけれども、実に寒い日だったんです。前の日に現場へ行きましたら、どんどんその雪が降ってまいりましてね、困ったんですよ。実はいろんな方法を考えて、私どもは録画も前にしてあるし、それから、当日も生でやると、いろんな場面をですね、放送の中に織り込もうとして準備を進めていたわけなんですが、雨の場合とそれから普通のお天気の日と、その両方の場合は考えたんですけれどもね、まさか3月の中頃あそこで雪が降るという計算が実はなかったんです。で、前の日になったらですね、世の中真っ白になっちゃったわけですよ。で、もしかするとですね、このまんま降り積もると、あの名神高速道路も通れなくなるかもわかんない。それじゃあどうしてやってきたらいいんだろうというようなことで、急遽ホテルをですね、すぐそばのホテルに、変えてもらったりしましてね、まあ、その晩ほとんど寝ないでいろんな用意をしてたわけです。いい塩梅に開会式の朝になってみましたら、いい天気になってんです。とにかく万博というのは多くの人々を集め、しかも世界からお客様を迎えたという大きな行事だったわけですね。で、私いろんな仕事を万博の中でさせていただきましたけれども、天皇陛下が万博においでにもなりました。で、私はあの中の電気通信館というパビリオンで、陛下にですねテレビジョンのご説明を申し上げたんですけれども、陛下はですね、特に若い頃行かれた北海道の原生花園のその状況がテレビに映し出されますとね、本当にその一生懸命ご覧になりましてね、しかも演出で、その原生花園に、陛下がいらっしゃるような映像をそこでこう作ってご覧いただいたんですけれども、大変喜ばれたようでございました。で、私の説明もやや長くなってしまいましてね、実は心配だったんですけれども、途中で係の人が、どうぞそのまんまおやりくださいと言ってくれましてね、安心して少し時間を超過してやらせていただいたというのも、私にとっては万博の思い出だったわけなんです。その後秋の園遊会に、陛下にお呼ばれしたんですけれども、陛下はですね、私の前へ立たれるとすぐ万博の時にねと、こういうふうに話しかけてくれましてね、実はほっとしたもんなんです。私にとっては忘れられない、これも思い出でございました。こんにちは赤ちゃん、あなたの笑顔、こんにちは赤ちゃん、あなたの泣き声、その小さな手、つぶらな瞳、はじめまして、私がママよ。こんにちは赤ちゃん、あなたの命、こんにちは赤ちゃん、あなたの未来に、この幸せがパパの望みよ。はじめまして、私がママよ。二人だけの愛の印、健やかに美しく育てた実る。こんにちは赤ちゃん、お願いがあるの。こんにちは赤ちゃん、時々はパパとほら二人だけの静かな夜を作ってほしいの。
おやすみなさい。お願い赤ちゃん、おやすみ赤ちゃん、私がママよ。の高根に降る雪も、京都ポンと町に降る雪も、雪に変わりはないじゃなし、溶けて流れりゃみんな同じ。好きで好きで大好きで、死ぬほど好きなお方でも、妻と友人にかけ合せぬ、泣いて別れた河原町。僕がしばらく来ないとて、短気起こして焼け酒を飲んで体を壊すなよ。お前一人の身ではない。と肩に手を、どうもしないとうつむいて、目にはいっぱい涙ため、あなたしばらく来ないから、歌はさのさかどのいつか、歌の文句じゃないけれど、一人が欲しいのよ。忍び寄る恍惚の
ますよ。私をこんなにしたなったブルーシルクの雨が降り心がしっとり濡れていた。あとはおぼろ、あとはおぼろ、今宵また忍びなく甲骨のブルースよ。私ブルーパールの霧が降り私は貝になっていた。すすり泣く甲骨のブルースよ。話はしない、そんな男の約束を嘘と知らずに信じてた。夜が泣いてる。ああ女のため息。暗い火影のああ女のため息。
男と女の悲しい定め、なんで涙がつきまとう、惚れているから憎いのよ、おおおお、未練未練未練ひとつが、ああ女のため息。愛あなたと二人、花あなたと二人、恋あなたと二人、夢あなたと二人、二人のため道あなたと歩く、海あなたと見つめ、丘あなたと登る、二人のため
今日何もかも夢だった今で次々に聞いているとふと思います。私の人生という代わりに私の歌と言えるのではないかと。